こんばんは、AKB48 ハルピョンこと鷲野太郎です。ということで、ご飯を食べながら配信をしていこうと思います。オンラインお話し会ありがとうございました。コロポックルさん、ミラクールさん、ハートありがとう。楽しかった。もちろん、もっと話したいなとかっていう気持ちはすごいあるけど、話したかったな、ドラクエローさん、山内さん、長月さん、ハートありがとう。でも喋れてよかったです。皆さんとありがとうございます。すみちゃんピカピカ、ありがとう。あしらさん、塩野さん、ハートありがとう。明日話すこと変えようか、待って、まあ決めてるか、そりゃ。でも全然変えても問題はないと思うよそんな変えちゃダメなわけではないよと思う。何でも話しましょう。あと握手会の、握手会のじゃない、今日、あの今日か明日に、そのアップティーのあれ、そうパーカーもらえると思ってたから、なんかサイズ写真撮るねって言ったんだけど、 T シャツしかもらえなくて、そうだからサイズわかんないや、 T シャツのサイズ感しかわかんない。ごめんみんな、パーカーもらえるもんだと勝手に思ってた。強制終了になりました。そう、なんか今日ネットワーク悪くて強制終了になる人何人かいたんですけど、あの皆さんちゃんと問い合わせしたら多分ちゃんと受け付けてもらえるので、その日のうちに問い合わせ、そうなんか一応私はちゃんと問い合わせしてねっていうのは言ってはいるんですけど、その止まった瞬間に、そうそうそう、だから止まっちゃった人はぜひ問い合わせをしてください。まあ多分言われてる、言われてるっていうか、要項募集、 なんちゃら要項に書いてあると思うんだけど、そうなんか復活した人もいた、おもろかった。なんかね、復活して時間戻ったみたいな、時間戻るって言ってもその止まる前の時間だから、例えば30秒残ってたとして、固まっちゃって画面だけ固まっちゃって、時間だけ進んで20秒とかになってたけど、でも30秒みたいな、また戻るみたいな人もいて、今日なんかめっちゃ固まったんだよね、みんな。うちが悪いのかなそれって。問い合わせしてください。こちらはどうにもできないんで、もうみんなが動くしか
方法はないので。こちら側はどうにもできないんで。もうその日のうちに問い合わせ、すぐ問い合わせ、止まったら問い合わせ、ずっと言ってると思うんですけど、改めて。タイヤリ、こちらこそタイヤリ。うん、まあ再三言ってるんで分かってるとは思うけど、止まったら問い合わせです。よろしく。ヒロさん、ハートありがとうございます。問い合わせ先フリーズはちょっとつらいよね。それはつらい。パドー起動さん、食パンありがとう。どんだけでも話せちゃうなと思う。じゃあいっぱい買おう。いっぱい買おう。話し会は対戦なの？え、だってタイヤリって来たからタイヤリって返してみた。うん、めっちゃ辛。タケノコめっちゃ辛かった。肉。してから抽選はできるんじゃない？もう多分無理だけど、抽選終わっちゃってるから。これからですね。先に分割。わかんないけど、どうなんだろう。一人一人言ってること違いすぎて分かんない。どれが正解？
何のお弁当ですか。お肉抽選したらその時の設定のままだって。気をつけて。明日よろしく。このさ、今明日よろしくで思い出したけどさ、なんか AKB48 の明日よろしくみたいな、あれってどうなったんですか。あれってなくなりました。なんかリニューアルしてパワーアップして戻ってきますみたいなんでなくなったっていうか、最終回迎えたけど、パワーアップってどこ行ったの。なんかまた戻ってきますみたいな言ってたよね。そういえば復活のない復活のないリニューアル。あ、おっと、気づいちゃダメなやつだったこれ、もしかして。おっと、内緒ですいません。すいません、内緒で。なんかごめんなさい。ぴょんちゃんの VR クリアファイルサインが当たりました。サインありがとう、大切にします。大切にして。嬉しい、よかった。AKB ってなかったことになることそこそこあるよね。言わないで。なんかうちらのチームもそうされそうだから怖い。言わないで、そういうこと。やめて。みんなの心の中で生かしといて。そういえばね。今思い出した、ふと。明日よろしくっていう字面を見て思い出しちゃった。心で生かしておきましょう。見た目似てるってか、もう一緒だからね。ほぼ一緒、ほぼ一緒、ほぼってか全部一緒。でもなんか嫌かも。なんかまあ自分が
この活動をこのグループを卒業した後にチームエイトが復活しますって言われるのも嫌かも。なんかだったらもうっていう気持ち、うん、言ってもらった方がね、なんかに他のアイドルグループさんではありましたけど、なんか自分が知らないところ、知らないところじゃないけど、なんか別でこう動き始めてその名前名乗られてってなると、なんかちょっといやいやいやみたいな俺らがチームエイトだぜって言いたくなっちゃううん、そう、もどかしい、もどかしいよね、もどかしいよね本当に、だから別にいいかも、もうなんかこれはこれで、とてももどかしい気持ちになります。逆に言ってほしいかも、もうもうって分かりました。でもむずいんですよね、こうじゃあ新しいコンセプトでこう8をやりますとかになるかもしれないし、そう、例えば今回は日本全国だったけど次はそうじゃな、日本全国じゃなくてみたいな、別の趣旨でチーム8っていうものを復活させるかもしれないし、そういった時にこうチーム8っていうのが使えなくなるのがなんかもうめんどくさいから多分活動休止みたいな感じで言ってるんだと思いますよ。だからこのなんていうんだろう、この制度での AKB48 チーム8っていうのは多分もうないのかなみたいな気持ち、それもそれでもどかしいけど、でも卒業してから作られるのも嫌だから、だったらそっちの方がいい、チーム制廃止で良かった部分もある、ほぼない、私的にはね、メンバー的にはまあでもその中で唯一ぐらいで良かったなって思うのはこう、まあ僕の太陽があるっていうのもあるけど、僕の太陽公演があるっていうのもあると思うけど、他の先輩とか他の後輩とか同じチーム以外の先輩後輩と交流を持つことができたっていうのはめちゃめちゃそれに関しては良かったかなって思います。それぐらいそれぐらい、そうでも人が足りないのはもうしょうがないよね。で16人公演をやりたいんですっていうのをさ言ってる分さ
じゃあチーム公演だけ8人なんですかっていうのも変だからさ、もうしょうがない。新公演が、まあ、欲しいっていう気持ちはあるけど、でもやっぱ私はもともと AKB オタクだったから、昔の曲、昔の公演の曲やるので別に良くないっていう気持ちはある、すごい。うん、多分これはこう最近 MV を撮ってない私からの意見なんですけれどもそう、別に全然なんて言うんだろう、多分選抜とかアンダー20のメンバーとかは思ってないかもしれないけど、こうその 何十曲十何曲も秋元先生に歌詞をお願いして、振り付けの先生に振りをお願いして、衣装を作ってもらって、こう光ライト、ライティングだったり音響だったりやって、他のねいろんな先生に、いろんな先生というかいろんな歌歌詞曲作ってくださる先生たちにこうお願いしてっていう、そのいろんなところにかかるマネーがあるんだったら私的にはライオンを狙えとかの MV を作りたかったなってっていうのはすごく思ってて、もちろん新公演をやるっていうのってそれこそ私たちはやったことないから、そう、私は自分たちだけのこう新公演ってなくて、お下がり公演だったり、まあ、プロデュース公演だったりっていうのはあるんですけど、そうだから新公演をいただけるっていうのはすごくすごくありがたい、めちゃめちゃありがたいことで、すごく楽しみだし、それ自体はそう、ただやっぱ MV 撮りたい気持ちはすごくある。うん、でもう撮ってないんだよね、だ長らく、私もだいぶ撮ってなくて最後なんだみたいな感じ最後なんだみたいな。星空？あ、チーム K、 なるほどね。終電の夜？あのショールーム逃したからな、だってひどいもうなえた、なえたからこの話終わりもうやめます、もう終わりもうやめます、悲しい気持ちになるんでやめます。 AKB じゃない、8としての最後の MV は多分ジタバタなんですよ。でも私ジタバタの選抜でもないし、そうだからわかんない、もうやめます、この話、私が不機嫌になるだけなんで、はい、さよなら終わり。そうね、ゆきりんさんの言葉聞いて今日も寝るわゆきりんさんの言葉聞くわ今日も、それで元気出すそれで元気出すね。11時には配信を終わって、ランキング読んで配信終わって
お風呂入ってゆきりんさんのお言葉を聞いて寝ますはい、ゆきりんさんから直接お言葉もらえたのすごい。そうだよね、本当にそう思う。私も、うん、マジックさんおにぎりありがとう、うん、あの時のハルピョン褒めたい。キリンさんお墨付きありがとう。橋本さん以外のメンバー行くとピョンちゃんの安心、半端ない安心感に気づかされる一日、ありがとう。でしょ、橋本さん以外のメンバーに行くとね、橋本さん以外のメンバーに行くとね、でしょM ステ100回えぐいよね。でもこっから先もね、柏木由紀さんとしていっぱい増やしてってほしい回数。この前の僕対公演で初めてハルピョンを見て好きになりました。嬉しい嬉しい、また来て。僕対も握手会も待ってるし、お話し会でも配信でも待ってる。ハルピョンの代わりをできる人は絶対ありがとう。それが嬉しい。この間の僕対でハルピョンに一目惚れ、えねえどうしよう、この間の僕対でハルピョン一目惚れされてる。めっちゃよしおさんハートありがとう。そしてハルピョンがこれからの AKB を引っ張っていくって言っといたから、ま、誰に言ったの、待って、知らないところで誰に言ったのやめて、恥ずかしいって。誰にそれ言ったの結局ハルピョンが一番楽しい話してて、嬉しい。適当だよ、でもハルピョン、それでもいいの普通に楽しんでるだけ、みんなとのおしゃべりを。私はみんなとのおしゃべりを普通に楽しんでるだけ。やっちんさん、ふみやさんハートありがとう。まあでも考え方は多分今の AKB の中では少しは大人寄りではある気がします、はい、アイドルなんて呼ばないで、でハルピョンに落ちました。やったー、イエーイ。ハルピョンがラフに、一番ラフに喋れる。まあ多分見慣れてるんだろうね、画面内のハルピョンって。この感じのハルピョン配信やりすぎて多分見慣れてるんだと思う波動の話とかこの間の公演の話とかまだまだしたかった。なんでそんだけしかねえ、なんでもっと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 ショールーム勢です。地方イベ来た時に見に行ったから全然、地方行くよ。橋本春菜の落とし穴ハルピョンは、ハルちゃんはファンにめっちゃ寄り添ってくれ、全然逆だよ、みんなが寄り添ってくれてるから。握手会だと話せなくなるいいよ、喋れ喋れってまだまだ喋るの緊張す、いやいやいや、まあ回数重ねれば、回数と時間を重ねれば多分いけると思いますよ。ハルピョンレーンでゆきりんさんの話、全然しましょう、ゆきりんさんの話。確かにちゃんとハルピョンの顔見て話したことあんまない。見て見て、握手会ってどんな話をするのが楽しいですか。でも最初は割と
ここで好きになりましたみたいな話がやっぱり私は気になるから、何を見てこう来てくれたんだろうっていうのがやっぱ気になるから、それを最初はめっちゃ聞きたいかも。なんか何で好きになってくれたのみたいなもうめっちゃ聞くかな。はじめましてって言われたな。あとは何だろう、でも私のこう何かした何か出たとか何かした時、こう番組とかラジオとか何かこう10周年とかそういう節目節目とか何かを成し遂げた時とかにこうそれ見たよとかっていうのも嬉しい、うん、お話し会行ってみたい。待ってろ、沼話しよう。え、多分 沼の人ですよね、きっとリンゴマークついてるからあ、うん、確実村山ゆりちゃんって書いてある。沼話しよう、お互いどう沼にはまっていったかの話しましょう私は右足から、あなたは左足からなんですねって話しましょうやばすぎどんなめっちゃおもろい。お話し会で見るハルピョン、見る実物ハルピョン可愛すぎて毎回びっくりする。いや嬉しい、そんなこと言ってくれて。沼さんの握手会行ってピョンちゃんの話、え、ね、何喋んのよ。ちょっと後で、え、ちょっと後で教えてね終わった後ちゃんとこっちも来て教えてね。ハルピョンなんて言ってた、教えてよちゃんとちゃんと教えてよ。池袋のお魚天国のレッスンはすごかったです。いや待って、お魚天国ってどっかでレッスン送った、うち全然覚えてない。どこでレッスン送るとこあるんだろう、お魚天国って。好きだと言わしてさよりちゃん、大したもんあれレッスン送るとこあったっけ、あの曲まだ踊れ、いや踊れますけど、踊れますよそりゃ、もう一音。どこで送ってたんだろう、自分が知りたい逆に。踊れるよ、だって2年連続で踊ってるんですよ。踊れちゃう。今日もゆきりんママが大活躍してました。どういうことだどういうこと、あの歌サバだけ締められてる、確かに締めサバサバだけ締められてるハルピョンと話してる時に他のメンバーの話をしたらどう思いますか。え、どういう話かにもよるかも、うん、例えばゆいりさんのここがとかみずみんのここがとかっていう話とかはなんか乗る、めっちゃえわかるみたいななるし、そう、まるまるちゃんがハルピョンのことこう言ってたよ、こう褒めてたよみたいな話だったら嬉しいってなって、え、マジありがとうってなるけど、けどまるまるちゃんの写真会イベにねみたいな、ハルピョンのこと単押しだと思ってた人がまるまるちゃんの写真会イベ10枚券で買ったんだって言われたら
10冊券買ったんだとかって言われた。どういうこと？それはどういうこと？はるぴょんのこと倒しだと思ってた人がそれを言い始めたらもうちょっと待ってそうちょっと待ってってなる。おっとあれ急に10冊なんだしかも急に10冊なんだ。おうんおっとおっと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 。例えばね、逆にこう逆にっていうか、例えばそれこそもともとりんちゃんのことが好きでみたいな、りんちゃんのことが好きで、であのはるぴょんに、はるぴょんもね、こうはるぴょんのこのなんて言うんだろう、写真集レポを見たいからりんちゃんの写真集ゲットしたんでみたいな、ハルピョンに送ります、ぜひレポしてくださいみたいな。でこう、この間レポしてくれてありがとうとかだったら全然なんか嫌な気持ち全然しないけど、なんか十冊券ハルピョンの楽しだと思ってた人が十冊券なのみたいなそうそうそう、もっとそうってなっちゃう。何が起こった何が起こった、そうこの間のレポで買いました。え、ちゃんとそれりんちゃんに言ってね、どこのタイミングで言うのって感じだけど、ハルピョンのレポ見て買いましたって言ってね。いつりんちゃんに会うのか知らないけど、会う機会あるのか知らないけど倒しマークでも作るしか、あ、名前の後ろに確かにね、めぐちゃんのファンの方とかついてるよね。でも私のマークなんてウサギだし、ウサギとピンクと白のハートかな。でも多いよね、まあいっかウサギとピンクと白のハート、ハルピョンマーク、白見えな、白とピンクにしよう。あ、でもピンクと白がいいな。そう、白とピンクだったらこうあれでわかるかなと思ったんだけど、そうピンクが後ろにあるから白見えな、マジで白見えなすぎ。田辺陽一郎丸のファンレベルが5に上がりましたって来た先生のファンレベル5に上がってる、めっちゃおもろい、急に来た白ウサギ、なるほどね、ピンク白ウサギもありなのか。でもウサギピンク白の方が私的には好きな順番。まあでもたのよく言われるのは、単押し片手間より DD 全力の方が良くないみたいな。まあそれは確かになって聞いてて思ったんですよね。こうなんかなんとなくなんか単押しだけど全然
配信とかも SNS とかも全然来なかったり、お話し会とかも全然来てくれなかったり、そのオンラインとかも来てくれなかったりとか、 SNS にも登場しない、現地にも劇場とかにも来ないけど、なんかたまにチラみたいなそう、たまにチラって現れるタン推しと、それかめっちゃもう全力で5人ぐらいのメンバー推してますみたいな、もう全員に全力みたいなもう SNS もめっちゃ全力で絶対にその1投稿1コメントするし、握手会だって絶対に来る、お話し会だって絶対に来る、まあ仕事以外はね。でもむずいよねこれって。ほんとみんながさ日頃何してるかとか私たち分かんないからむずいんですよねこの話って。そうめっちゃ仕事が忙しい人とかもいるだろうしさ、それこそ学生さんとかもいらっしゃるだろうしさ、うん、めっちゃ海外の方来てくれてるんですけど、 Thank you カムサハムニダ、ありがとう。 JKT ジャカルタコップンか合ってるコップンか。そう AKB の活動とこう自分たちの仕事と、サワディーかー、ごめんなさい、そう場所とか場所のスケジュールとかっていうのもあるだろうし、そう難しいよね、なんかね全部が難しい。じゃあ自分はこうハルピョンの例えば配信はハルピョンがやりたいと思った時間というか、やるぞってハルピョンが決めてやってる時間じゃないといけないけど、でもこうピョンムービー見て SNS にコメント残したりとかドボンやったりとか、自分の時間で自分の時間軸に動ける人、動けるというか自分の時間軸だとこうお仕事ハルピョンのことを好きっていうのをすることができるタイプのファンの人もいるじゃないですか。そうだからそこがね最近むずいなって思うところ、最近よりあそういう感じもそうだよなって人を思えるようになってきました。はい、確かになって、別にこの人が最近来てないからハルピョンのことを嫌いになったわけじゃなくて、仕事が忙しくなったのかもしれないし、やばい、橋本アルナに合わせるために転職したわ、やばい、アイドルになるしかない、それはアイドルのマネージャーになるしかない、もう私の、でもそしたらマネージャーさんの方が忙しそうだからダメ、やっぱやめて仕事中に夜配信見る、そうだよね、そうだよね、でもそういう気持ちはあるんですよ、そうだよなっていう思い、こうやっぱファンの人もファンの人の生活があるしみたいな、 もちろんもしかしたら結婚してる人もいるかもしれないしっていう気持ちはすごく持ってるんだけど、やっぱりなんか来てくれないと寂しい気持ちになるし、そうなんでみたいな来てよって、もっと来てよハルピョン寂しいんだからっていう気持ち、そうなんかね、だから分かってはいるんだけど、でも寂しいが勝っちゃうんですけどね。
ずいなって思います。すごい、なんサワディーかでも私自身が富山出身で、こう全然高見菜さんに、すごい高見菜さんのことが大好きだったんですけど、高見菜さんに会いに行ったりとかができない学生女の子、お小遣い制、お金も全然ないみたいなタイプのファンだったので、そうなんですよねそうなんですよね、その気持ちはすごくわかる。でも私は単押しだったから、急に急に突き放す、私は単押しだったからテレマカシーだって合ってる？何が合ってるんだろう。いやもちろんそのまゆゆさんのことが好きだったりとか、そうともちんさんのことが好きだったりとか、このメンバーも可愛い、このメンバーも可愛い、あのメンバーも可愛いなってたり、こうワンダとかプッチョとかは全種類集めたいってなってたけど、そうでも結局総選挙で投票するのは高見菜さんだけだったし、うん、あの CD とかの生写真で高見菜さんだけのフォルダと高見菜さん以外のフォルダ作るぐらいだったし、一応私は倒しだったから、急に突き放し女。そうです、ゆきりんさんとゆいさんがめっちゃ出てたの、あの非公式のよくあるあの AKB とかジャニーズとか あのよくある駄菓子屋さんでくじ引くやつあるじゃんわかります、多分私たち世代の、うちら世代の人たちならわかるかもしれないんだけど、駄菓子屋さんでくじ引くやつのやつはだいたいゆきりんさんかゆいさんが出てました、横山ゆいさん、もう絶対どっちかだったそう、あれ多分非公式です、めっちゃ集めてたけど、うちでも高見菜さんも出てたし、あのくじなんでこれみたいな写真あります、え、わかる、え、高見菜さんえみたいな、いやこの写真じゃなくないみたいなあるよね、え、わかります、めっちゃわかります、絶対そこじゃなくないみたいな。23時、お、ありがとう、みんな教えてくれて、絶対この写真じゃなくないみたいな写真あるよね。いや当時はあれが非公式だっていうの知らなくて、そう普通に公式だと思ってて、あれが生写真だと思ってたから、私はそう、知らなかったです。ランキングいきます。いや、しょうがない。今も持ってるけど、今は持ってないけど、
今も持ってます意味わからん話、今は持ってないけど今も持ってますランキングいきます。1位サプライズレバーアットピョンズさん、2位ピアノマンさん、3位トラックヤローアットゴリさん、4位ナンスノさん、5位スミちゃんと明日はもう一人の方へのメッセージをてんてんてんさん、6位ヌバーストッパーとアップティー買ったを先ほど理解して買ったよかった、7位ともゆきさん、8位ギャローさん、9位鉄道ネイトアットピョンズさん、10位一条寺ひかるさん、11位長月さん、12位ヨッシーさん、13位アシュラさん、ありがとうございます。明日もあるんでお風呂に入って、あ理解しました、あのあれマジで音楽あの音声聞いたんですけど全然聞こえなかったんで字幕つけます、はい後で理解しました、お話し会の話ですよね、全然聞こえなかったんで後で字幕つけますということでまた皆さん明日もお話し会があるのでいっぱいいろんな話ができたら嬉しいなと思います。明日もこんな感じの配信かなと思ってて、明後日の夕方目ぐらいの配信かな、夕方そんな夜こんなに遅くはないぐらいの配信で、旅を行こう、違う行かない旅行かない旅一緒に見よう配信をしたいなって思っているので、ぜひ一緒に見てください、あの月曜日の配信でよろしくお願いします。そう月曜日のね23時59分にね終わっちゃうのよ、だから見ましょう一緒に、ということでそれでは最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで7946盛り上がりの皆さんにきっと期待がお届けしちゃう、富山県出身ハルピョンこと橋本アルナでした。それではありがとうございました、また明日もタイヨロです、おやすみなさい、ありがとう、またね、ハートバイバーイ、おやすみ。